辰巳明のザッツ演歌。思い出の隣にいつも歌がある。不滅の演歌がそこにある。花のつぼみがほころぶ季節になりました。今週も最後までお付き合いください。まずは辰巳明さんの歌声から。酒とサンマと秋の月。酒場で冷や酒飲んで、焼いたサンマに大根おろし、どこか似てるぜ男の生き様に、旬のうまさとほろ苦さ。酒とサンマと秋の月、線路に続く北の駅、あの日の夢に戻れたら、心の汽笛が泣いている。心の汽笛が呼んでいる。光月美也子さんです。はい、よろしくお願いいたします。光月さんは、はい、ダンスとかご経験あるんですか？ダンス、
あ、もうずいぶん昔なんですがクラシックバレエを少し習っておりました。そうですか、もうかなり前の話です。そうですか、はい、でもだんだんとなんかね、はい、テレビに慣れてきて、ね、そうですね振りもそうですかねえ、はい、いいじゃないですか。ありがとうございます、ね、はい、やっぱりこの歌はちょっとダンスにも踊っていただくにもいいですよね。そうですね、ぜひダンスの曲で踊っていただけたらなと思います、はい、そうですよね、はい、でつい最近カラオケにも入りまして、はい、そうなんです、昨日一昨日の話なんですが、歌ってみました、はい、早速行ってきましたですか、やっぱカラオケ配信されてね、はい、嬉しいです。僕も画面、はい、どんな画面かなと思って見たら、はい、なんか綺麗な女性がとね、がこうダンスしてる、はい、ザ踊ってダンスしていただきました。そう、はい、なんかちょうど歌にもぴったりのイメージ、そうですね、大人のムードでしたね。そうですよね、はいはい、ぜひ皆さんもカラオケで歌ってくださいね、はい、ぜひお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、これからもぜひですね、はい、もうこの歌ヒットするように、はいはい、お願いいたします。頑張って歌ってください、はい、頑張ります、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。水熊のお浜さんはこちらでしょうか。合わせておくんなせ。お尋ねの水熊のお浜は私だけど。おっかさん、そばにおるんじゃないよ。せがれの忠太郎でござんす。何言ってるんだ。確かに私には忠太郎という子供がいた。おっかさん、あっしが。話は終わりまで聞くもんだよ。でもね、私の子供の忠太郎は7つの時に流行り病で亡くなったんだ。確かに死にはぐったことは覚えております。でもこうしてこんなに元気になってもう30も過ぎました。お母さん、なるほど、分かったわよ。お前さ、張り込みだね。張り込み、お金が欲しくって来たんだ。金ならここにござんす。おっかさんに会った時の手土産と肌でぬくめた百両の金なのに、ゆすり語り銭もらいとはひどすぎる。よっぽど親が恋しいんだね。私にはね、嫁入り前の娘もいるんだ。それに水熊屋は片木の家。なんだいその格好は。ヤクザじゃないか。親に会いたければなぜ肩着姿にならないんだ。親の名子にグレ倒しかるは無理な話。こんなヤクザに誰がしたんで。気になるならば、こんなヤクザをなぜ生んだ。連れのござんす。
月も雲まで月も雲まで方がよかった。上のまぶたと下のまぶたぴったり合わせ、合わねえ優しいおっかさんの姿が見えてくる。会いたくなったら、会いたくなったら目をつぶろ。長生きしておくんなさい。ごめんなすって。まぶたの底にいるんだ。会いたくなったら、会いたくなったら目をつぶろ。まぶたの母を熱演していただきました若葉しげるさんです。若葉しげるです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。いや、よかったですよ、お芝居。そうですか。いや、本当に、いや、本当に今日はもう、いい勉強させて。歌い手さんがお芝居してるってやっぱり感じでした。結構歌い手さんも、はい、いろんな方と私もお芝居やらせていただいてるんですけど、はい、辰巳明さん、良かったですよ、本当に。いや本当にありがとうございます。ねえ、良かったですよね。すごく良かったです。ありがとうございます。涙が、ね、出てきました。あら、そうですか。出てました。まあ、すごく僕でも本当に時代劇が大好きで、まあ、正直言うとですね、歌よりも時代劇が好きなぐらい。はい、私も念のために言っておきますけど、男の人なんで間違わないでいてください。そうなんですよ。そう思いません？お話ししてると分かってるのに女性とお話ししてるように思っちゃうの。そうですね。お母さんっていう感じがしました。お母さんの年代じゃないんですけど、この人にとっても兄さんぐらいかな。でも今日ね、こんな気軽にね、出演してくださいましたけども、はい、本当はかつてのちびたま三兄弟
ね先生、はい、そうなんです。おかげさまで三男坊の若葉龍也が今 NHK の連続ドラマやってるじゃないですか。 はい、あれでもものすごくいい役やらせてもらってるんです。あ、それは準主役みたいな役をやらせていただいて、連ドラでね、まだこれからも映画の方でもあのテレビの方でもたくさん出てます。年内結構。こんなこと喋っていいんですか。いいですよ。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。あのもしよろしかったらあの岐阜テレビもいいけど NHK も見てください。よろしくお願いします。はい、でもね、そうやってもう若葉劇団といえばもう誰もが知ってる、はい、そういう老舗の劇団でね、はい、もう今はその総司としてご活躍なんですけども、もう今はそういう指導もね、皆さんの役者さんの育てる立場でもいらっしゃるし、うちのねグレイスバードレコードの、はい、あの顧問でもいらっしゃる。そうなんですね。うちのグレイスバードの相談役でもありましたね。はい、心強いです。社長と仲がいいんです。あ、そうなんですか。知らないでしょうけど、あのいい方ですよ社長さん。あ、いい方なんですね。言うんですけど、はいはい、ね、ありがとうございます。またあの僕もこれから勉強して、またこういう機会ありましたら見てる方にも楽しんでいただけるようにね、はい、頑張りますんで、はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。それではこの後の番組を楽しんでください。心の寒さ、春の日差しを待ってるお前、右手の細さは誰かに出会い、愛を分け合うこの人生の、二人で一つの命なら
今週は安田みどりさんに来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みどりさん、はい、菩薩峠の白い花が最近カラオケでよく歌われてるそうですが、はい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 、嬉しいです。嬉しいですね、はい、またあの、はい、今度、はい、新しい曲が出るそうで、はい、そうなんです。どんな題名ですか。はい、恋の高山赤い橋という曲です。そうなんですね、はい、楽しみですね。楽しみです、はい、あとこちら、はい、見てください。これ番組に届いている応募はがきなんですね。わ、こんなにいっぱい届いてます。ありがとうございます。この中から1名様だけね、はい、あのプレゼントで当たるんですけども、当たらない方ごめんなさい、はい、でもね温かいメッセージが添えられてますので、辰巳明さんが一枚一枚あの丁寧に目を通してくださってるそうですよ。はい、あと、はい、中にはね、この中に安田さんにも温かいメッセージが入ってるんです。そうなんですか、嬉しい、はい、あの、はい、とっても可愛らしいのに大人っぽい歌を歌っているって、はい、嬉しいです ね、 ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今週も番組をご覧の皆様にプレゼントがあります。はがきに住所、氏名、連絡先と今週のキーワードを書いて、こちらの宛先までご応募ください。毎週1名様に井戸田養蜂園はちみつランドの百花蜜 2400g をプレゼントいたします。それでは今週のキーワードよろしくお願いします。はい、今週のキーワードは若葉しげるです。どしどしご応募ください。お待ちしております。お待ちしています。最後は井上陽水さんの名曲少年時代を辰巳明さんが歌います。最後までお付き合いください。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。私の心